林先生が写ってじゃあ違う友達見せてあげようか。ほら林先生写ってるでしょ。何も写ってない。林先生写ってるでしょ。いやさっきでしょ。だって僕男の子男の子ほんと、うん、鏡よ鏡、世界で一番素敵な人は誰だ。ぼっほらまあまた林先生が写ってる。ほらじゃあ先生は女の子、女の子。今ねちょっと問題があるんだよな。犬だ犬。これ犬さん、ワンちゃんが言いました。ワンワン、こうか。これじゃおかしいな。こうかな。あれ、これじゃ手がないよ。あれ、あそう。あこれが尻尾なんだ。でワン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 ね。皆さんこんにちは。今日はあいうえおから運まで勉強します。途中で一つ一枚プリントの勉強がありますからお楽しみに。皆さんこんにちは。ふんふん、これは林先生。さあお勉強の前に運動ですよ。いいですね。ほいっちにほいっちにほいっちに。林先生こっちの手上がるにも上がらないよ。じゃあ首曲げた曲げてやるよ。いっちにいっちにほいっちに。さあ運動しましたか。はい、元気よく出ましたか。さあ元気出ましたね。じゃあ林先生に言ってください。こんにちは。それで今度は、このお顔ですね。困ったお顔ですね。怒ってますね。でもこうするとニコニコ笑ってますね。ニコニコ笑ってる。この顔いいね。ハッ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 。ああ眠いなーって居眠り顔でした。でこれがねヘビみたいに見える。そうじゃない、これいろんなのできるんだよ。これこうしてやってこうしてやってこうしてやってこうしてやると、あら犬になりましたね。犬さんです。ふん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 。犬さんだね。でもキリンさんにしてあげよう。首の長いキリンさんできるかな。首の長いキリンさんを作ってあげよう。こうしてやってこうしてやればほらキリンさんができました。私は背が高いのです。じゃん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 。で今度は、何を作るかな。今度は動物いっぱいできるんだけどワニができる。これワニが、あここはお口だよ。お口でね、でね、ワニさんのお口でね、そしてこれワニさんがね、うう、ワニさん怖いからね、あ、ヘビになっちゃった。ヘビはできるこれ。ニョロニョロヘビだ、ヘビだ。変なヘビ。変なヘビか。こうするとこれ何に見える？全然ゾウさんに見える。ゾウさんの耳。見えない？こうするとカバさんに見える。カバさんじゃない。こうすると蝶々に見える。いろんなに見えるね。次のは何に見えるかな。じゃがいも。え？じゃがいも。じゃがいも。じゃあこうすると何に見える？おめめ。おめめに見える。じゃあこうすると何に見える？蝶々。蝶々か。これは何に見えるでしょう？こうするとお化けみたい。こうすると。やっぱりお化けみたい。お化け。お化け怖いね。では今度はこれは何に見えるでしょう。ん？ふん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 。ワンちゃん。ワンちゃんに見える。こうすると何かな。ワンちゃん。椅子に見えます。今日はここに座ってお勉強しましょうってね。椅子になりました。次は俺も。林先生の怒ってるお顔ですね。笑ってにする。こうしてね、こうしてね、ハッ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 って笑ってんのね。ところがね、これこうしてやってね、こうするとね、怒った顔、うん、ギャ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 。でもこうすると困った顔、困ったな、今日は雨が降ってる。今日雨降ってないのかね。いろんな顔になるね。でもやっぱりニコニコ笑ってる顔がいいね。ニコニコ笑ってます。皆さんニコニコ笑ってるよ。元気よく言うから、元気よく言ってよ。こんにちは。こんにちは。お、元気よく出てきたな。こんにちは。こんにちは。
おお、ますます元気になりましたね。こんにちは。こんにちは。おお、元気ありすぎだね君たち。じゃあこれは何でもないんだけどね、これ合わせるとここいつかいくつになるかわかる？これ矢印どこ、あら数えられる？じゃあ BW の数え方してよ山田さん。いい？ BW はね、汚い。おいしそうね指ね。あんた鼻くそおいしそうじゃないの？ん、あんた指のおいしそうじゃないの？いや、 BW の人はどうに数えるかというと1、2ってできる？どう、宇宙じゃないのよ。じゃあいくよ、3、はい、1、2、もう一回いくよ、ね、サラさん来てください。あそこはあとだの、ね、また。じゃあいいか、1、2っていくよ、3、はい、1、2、3、4、5、6。 そっちないです。そこ座れない。そこ座れない。座れないもん、いっぱい机置いてあるもん。ここ来て、おー、ベリーグッド、ベリーグッド。じゃあ今度ね、こここういうふうにするでしょ。こうするとこれいくつになるかわかる？ここ、わかる、5個。5個？ 5 個？ 5 個？うん、じゃあ1、2って数えてよ、3、はい、1、2、3、4、5。こうするとこれはいくつでしょう？4になるか。じゃあいくよ、3、はい、1、山沢さんの声聞こえないよ、3、はい、1、2、3、4。声出した？うん、本当？あんたの指も美味しそうね。舐めさせて。意地悪。これは？3なのか。あ、これは時計だ。カッチコッチカッチコッチ。今何時？1時だよ。カッチコッチカッチコッチ。今何時？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 カッチカッチ。5時だよ。カッチコッチ。何時だ？カッチカッチカ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 ッチカッチ。何時だ？カッチ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 。何時だ？何時だ？何時だ？これはね、字を作る道具なんだよな。チェン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 。みんな字知ってる？うん。これはなんて字か知ってる？せ。え？せ。なんだって？せ。なんだって？せ。あんたの鼻くそ美味しそうね。美味しい？ペッペッ。まずいまずい。カッチコッチカッチコッチ。これなんだ？これはなんだ？ヘビ。ヘビ？ちゃっちゃんちゃん、これはなんだ、こうしてね、こうしてやるんだぞ。み、何？なんだって？み、なんだって？み、1対1のバッチャーからな。よし、これは自動車だ。ガガ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 、ユンボです。ガガガガ、穴を掘るぞ。ガリ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 、グググググググガガ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 。で、土をね、掘った土をね、トラックに入れるのね。ガガガガガジャン、ギギ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 また出てきた林先生作り、やめるかな、これもう3歳。いやだ、作って。やりたいの？うん。あら、変な顔してダメよ。うん。わかった？うん。この前変な顔したでしょ、あんたです。あんた、変な顔しなかった？ほんと？じゃあ今日はかっこいい顔にしてよ。素敵な顔。これ眉毛。いいね。これ鼻。ちょっと改良が大したんだけど。めちゃくちゃ。そら、まあな、前にこれ、み、これ鼻。これ鼻ね。うん。で、これが眉毛。これ眼鏡。うん。これが耳。これ口。いい？覚えといてよ。これ耳。だけど、変な顔にしちゃいけないよ。先生泣いちゃうから。わかった？よし。じゃあ、かっこよくしてよ。うん。
まず口からいこうか。はい、口は上か下か。下。どこ？違う。どこよ。ここ。ここ？違う。違う、ここ。ここ？違う、ここ。右か左か。真ん中。真ん中ってもわからない。ここ。ここ？下の真ん中。下？ここ？ここ。ここでいいの？下の真ん中。ここ？違う、こっち。こっち？顔のとこ。こっち？顔のとこ。だから右とか左とか言ってくれなきゃ。前。前。後ろ。後ろ。後ろ。ここでいいの？うん。じゃあここにしよう。かっこよくしてよ。立てる。じゃあこれ耳。上か下か。下、ここでいい？はいはいはい。右だよ、右。もう遅いよ。これ、耳だよ。上か下か。もっと上。ここ？違う、うん、違う。右上だったかな。違う。もうつけちゃったもん。鼻は上か下か。まず、口の上。口なんてどこにあるかわからない。上か下か。そこ。ここでいい？うん。おー、今度は簡単に決まったね。かっこよくなった？うん。あれ？あれ、置いてきちゃったじゃん、耳が。あら、これは目だ。目は上か下か。上。上？ここでいいの？うん。本当？はい。もう一つ目があるよ。上か下か。上。上？こんな上に。耳落ちた、また。耳落ちた。また耳が落ちた？うん。うん、これいかんねえ、落ちるで。いいか、これで。いいよ。はい、じゃあ眉毛、眉毛。眉毛は上か下か。上、ここ本当、うん、もう一つ眉毛、上か下か上、ここそう、これいいのそう、あ、メガネがあったぞ、メガネがメガネ上か下か上、右か左か右右上上、ここでいい違う、もっと上右、左ここでいいまだまだもっとこっちちょっと右、まだまだ右えちょっと右ちょっと右、ここでいいそうここでいいかな。かっこよくなった？ドキドキドキ。ドキドキドキ。本当にいい？うん。見るよ。なってないよ。ほら、変な顔？なってる。いい顔？なってる。え、じゃあ見るね。変な顔。うん、なんか楽しみだな。ドキ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 。見て早く。怖い。見る？一二の。ああ！なんじゃこの顔は。あや先生じゃないよそれ。それはもうこれみんながねニコニコ笑ってください。ニコニコ笑ってよ。嫌な顔だね怒ってるから。これでいいかな？ダメ。これでいいな。こっちのいいな。ニコニコ笑って言いました。こんにちは。こんにちは。悲しそうな顔で言いました。こんにちは。こんにちは。怒った顔で言いました。こんにちは。こんにちは。ここにいるのは誰だか知ってるか？ルルだね。ルさん。ルさんだね。ルさんに角が生えて、僕は鹿です。ルさんが鹿になってしまいました。ルさん。この中に字が隠れてますが、これわかりますか？これ何これ？これは、トが反対じゃねえのかな？こんなかな？こんなかな？これなんていう字？も。あ、お顔かと思ったらもだ。じゃあこれはなんだ？て。て。こうするとね、鹿さんみたいになっちゃったね。じゃあ読んでよ。て。じゃな。て。あ、もっと強く。て。て。こういう時ね、唾をたくさん飛ばすとね、指しゃべたくなくなるからね。お母さんの後ろ、子供後ろ見たら、ね、視線合わせないようにね、依存性ができますので。て。言ったな。て。て。もっと強く。て。何やってんのあんた。て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 。ペじゃないのよあんた。ペってのは唾を吐くときでしょうねあんたとよくさん。ほら。豊福さんの鼻くそが飛んだ。先生の鼻くそだよ。これあんたの鼻くそだよこれ。いや、だって名前書いてあるもん。豊福の。ちっちゃい鼻くそだもん。そりゃ小さい鼻くそだもんこれ。書けないじゃないか。そんなの欲しい？持って帰るよこれ。やったわね。よーし、じゃあ僕もやるぞ。あー先生だってる。て、言ってな。て。もっと強く。て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 。
ゴー、これなんて字だな、これトウ。じゃあこの字知ってるか、この目のね、のだ、よくわかったね。のの、これはなんだ、へ、へ、ののへ、言ってらん、ののへ、ののへ、これはなんて字かな、あれ、お父さんみたいだね。ちゅう、これなんて字、ちゅう、まあ嬉しいわね、かわいいわね、ちゅう。あら、まあ、山田さん、シャラシャ、ちゅうしてあげるから、チュー、いいね。トヨ君がいらっしゃる、チューしたね。チュー。あ、チューじゃないの？ツー。ツーっていうの？なんだってこれ？ツー。なに？ツー。チュー？いらっしゃい。違う、違う。だって、だからチューって言ってくれた。チー。チーじゃない、これは。チュー。ツーっていうの、これ。あ、そう。チューじゃないの。あ、残念。じゃあこれなんて字？シー。なんだって？シー。シー。じゃあこれは？チュー。チュー？誰がチューチュー言ってる人？違うよ、違う。なに？チュー。チュー？違う。なんだって？チュー。ツーか。あなたこれいい声だね。じゃあこれなんて字？犬はワンワン言いました。ワン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 。じゃあこれはなんて字だ。なんだって。じゃあ上にできる字はなんだ。ママ。ママ。こうするとなんだ。こうするとなんだ。さじゃないよこれ。じゃあ見てみるか。キーってな。こうするとなんだ。こうするとなんだ。こうするとなんだ。じゃあ今度次の問題。いいか。こうするとなんだ。こうするとなんだ。何？何だって？声出してくれる人は出してくれるんだけどね。出してくれない人もいるからね。何だって？うるせえ。じゃあこうするとなんだ。こうだね。じゃあ問題、これ回すとね、字になるの。まだわかんないよ。僕は何て字になるかわからないよ。何になるかな、何になるかな、何になる、けになる。うん、ほんと。うん、じゃんじゃがじゃんじゃん。あら、けだ、けいたな、け。次の問題難しいぞ。これは回すと何になる、わかんない。じゃんじゃがじゃん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 。何、あれ今礼言った人、あなた私よく知ったよね、素晴らしい、みんな手叩いてあげてよ。これを礼と呼んだ君は素晴らしいよ、これ素晴らしい、これ本当に礼だ。あの人の字ね、何でも知ってるんだよね。じゃんじゃがじゃん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 、なんて字だ、礼。これは絶対に難しい、これわかるか。なんだって、本当に言うなる、うん、じゃんじゃがじゃん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 、言うでした。イエーイ。じゃあ次の、これは難しいぞ、これは、あ、あ、あじゃないか、これは。何、何だって、何だって、わー、よし、ウォーにしてあげよう。ウォー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 、ウォーになりました。イエーイ。よし、シカ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 。じゃあヘリ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 、クリクリ。こうするとね、クリになるの。クリクリ、お口を動かせ、クリクリ。山沢さん綺麗な声してる、あんたいい声してるもんね。クリクリ、あの人の口見てごらん、ものすごく綺麗、 NHK のアナウンサーみたいだよ。クリクリ、あら上手だ。あなたアナウンサー？ちょっと見てごらん、本当に上手。クリクリ、綺麗だ。クリクリ、綺麗に動くね。クリ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 、綺麗だ。クリクリ、あさらさん綺麗だ。クリ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 、でもね、
船木さん綺麗。くり。くり。くくくく。くり。くり。ギャギャ。誰だギャギャ言ってんの。ギャギャじゃねえぞこれ。でもこうするとヘリ。ヘリ。ヘリコプターね。犬。犬。犬。そういう声ね、真似して、出さないほうがいい。本当に出してるとね、ダミ声出てね、うわぁ、私は新潟から来て、日本の日本列島を改造する。新潟から、下駄持ってきて売れる。わからないでくれ。あんた、日本の人です。犬。犬。コーヌ。コーヌ。森。森。マリ。マリ。マリ。森森ははははこれはなんていう字に見えるかな。に。何？に。何？に。にだと思うでしょう。にじゃないのよ。広げるよ。ちゃんちゃげちゃんちゃんちゃん。ちゃんちゃげちゃんちゃんちゃん。こんな模様になりました。でも縮めるとに。に。これはなんていう字か知ってるか。も。何？も。なんだって？も。山田さんの声聞こえ。なんだって？もう広げるよ。じゃんじゃがじゃん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 。じゃんじゃがじゃん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 。ももも。わあ、もがこんな綺麗になりました。これはなんて字か知ってるか。え？ちょっと待って、これギャーって字じゃないぞお前。誰だギャーなんて言ってるやつ。これギャーって字？これギャーか？えだな。ギャーじゃねえぞ。あの人ね、怪獣さんだ。それで広げるとこうなって絵でした。じゃあこれはなんて字だ。なに？とか。じゃあ広げるよ。じゃんじゃかじゃん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 。じゃんじゃかじゃんじゃん。わあ綺麗。ラブラブハートがある子から。I love you。ラブラブハート。ラララランラン。これなんて字かな。なんて字かな。なんて字かな。おじゃないよこれ。なに。なんだって。みんなのみだ。これはなんて字かな。あ、見えちゃったな。だん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 。せ。じゃあ今度はこれはなんて字かな。なに。むでしたね。じゃあこれはなんて字だ。なに？ち。ちでした。じゃあ声出してよ。あし。あし。いて。とっても上手になったねみんな。あし。あし。いて。うあし。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 うし。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 手だと真似すると痛いぞ。うし。うし。うま、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 こま、こま。これはなんて字に見える？ふ。すぐわかったね。これなんだって？ふ。なんだって？ふ。なに？ふ。本当にふ？本当にふでした。これはなんて字か。なに？猫の猫か。そうか。じゃあ言ってよ。1お魚は何匹いますか？1匹。お魚は何匹いますか？何匹いる？2匹。お魚は何匹いる？3匹。3匹いる？ちょっと数えてみる。 BW の人はね、1,2,3 って言うの。3、はい、1,2,3。でもね、赤ちゃんは違うの。赤ちゃんはね、こういうの使ってるでしょね。臭い、腐ってる、消毒してない。こういうの舐めちゃダメよ、病気になるから。ああこれ、これどこ入れるか知ってる？これこっち。うん、こっち。どこ入れるの？こっち。あんたよく知ってるね山沢さん。どうして知ってるの？あ、使ってんの。あ、いいね。使ってる人はこれね、なんていうか言ってた、みちゅって言うの。言ってごらん、みちゅ。みちゅ。
うわあ、うわあ、抱きしめたくなる。不正愛はくすぐられる。みっちゅ。おお、かわいい。ふなきさん。抱っこしたい。みっちゅ。まあ、かわいいわね。うるさい？だって、みっちゅなんて言うとね、先生ね、ゾクゾクゾクっとしてね、抱っこしたくなるのよ。あんたで我慢するから。そうだ、プッて言わなくたっていいじゃない、あんた。うわーわーわー。ダーチュッ。言ってごらん。言いなさいよ、かわいい顔して。ひとーちゅっ。ふたふたちゅ、みちゅ、だってそのあたち似合うでしょ。よちゅ、それじゃよしやめた、そういう方やめた。でビーダムの言い方すると1いとらん。1じゃないよ、1。誰が1だ、お前か。1エッチ、エッチじゃないって。エッチっていうのはこういう人じゃない。こうしてさ、髪の毛ちょっと乱してさね、うん、フラキさん、スティッキン、バカ、うん、あ、こうすることバカっていうの。あ、そう、おばあ、おばあ、おばあちゃん。だってみんながエッチエッチなんて言うからじゃない。おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃんなんて言わないでよ。いおじいちゃん、おじいちゃん、おじいさんね、悪い言葉教えてるから、昨日教えてったね。悪い言葉教えてあげようか。使っちゃダメだよ、ね、バカ取るまぬけ、ホゲ取る新人前、クソじじクソばば、みんな集めたぐらい悪い言葉があるの。聞きたい？うん、お父さん言っちゃダメだよ、うん、約束する。二枚目、それはね、うっと悪い言葉だから使っちゃダメだよ。ちょっと言ってみてごらん。二枚目、二枚目、もっと悪いことを聞きたい、お父さん使っちゃダメだよ、約束する。美男子、なんだって。ああ、それ聞き飽きた僕は。じゃあもっと悪いことを教えてほしい、ね、聞きたい。お顔がね、前と後ろと反対についてる人のことをね、なんていうかというとね、こんな顔した人のことをね、男前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 。じゃあ変な女の人のことなんてか知ってる？顔中にね、うんちがいっぱい溜まってる人いる。あのね、お腹にもうんちがいっぱい溜まっててね、顔にもいっぱいうんちが溜まってるの。うんちがね、出ないのよ。それでね、顔の中に、顔にもね、ほっぺたにもね、うんちがいっぱい溜まってる女の人いるでしょ。ああいう人のことなんて言うかというとね、お母さんに言っちゃダメだよ、お母さんに怒るから。わかった？教えてあげるから。わかった？べっぴん、べっぴん、べっぴん。それは女の人に言っちゃダメだよ。幼稚園先生にべっぴんって言うとね、うわー悔しいって言ってみんなびっくりするから。わかった？ない。え？べっぴんって言っちゃダメだよ。先生、悪いことを教えてあげたけど、うんちが、ね、出ないこと便秘って言うでしょ。聞いたことない？うん、ある？ない。まだ幸せだね、あんたたちは。でね、それはうんちがいっぱい出ない人のことを別品って言うの。あんた別品？あ、そう、分かって。うるさい。だから聞いてるだけじゃないの。あんた別品？うるさい。別品でしょ。山沢さん別品？分かってるね。よし、それから自分のこと分かってる。え？
これ女の子だけだもん。男はね、べっぴんって言わないの。男は、美男子って言うの。ダメだよ、僕に。分かったか？言うなよ、お前。言いそうだな、お前。分かったか？お前、美男子か？分かってるな。あんた、美男子？美男子？分かってるよ。お父さんに美男子なんて言っちゃうぞ。いいな。園長先生に美男子言うとね、怒っちゃうから。絶対言っちゃダメ。じゃあ行こう。BW は人をチューって言わないの、これ。1言ったら1 H じゃないって、お前は。1 H お口横引っ張らないもんで H になっちゃうのよ。1 2 3 3。じゃあここに魚は何匹いるか。4つ5つ。何匹？4つ。よし、ここに隠れてる字はなんだ。なんて字だ。なんて字だ。なんて字だ。なに？なんて字だ。なんて字だ。なんて字だ。え？これ難しいな。なに？さあ、オッケー。ここに隠れてる字なんて字だ。なに？け。ここに隠れてる字なん字だ。なんだって？なんて字だ？うるせえな。い。い。い。こ。こ。こ。かんが。り。ぼ。ぼいでねえわ。り。ぼ。う。き。ここに隠れてる動物は何だか分かりますか？リタ。この鳥なん、な、これ何だか分かるか？小鳥。鳥でした。ここに隠れてる動物何ですか？犬。何？犬。犬。ここに隠れてる動物何ですか？ここに隠れてる動物何ですか？何？クマ隠れてる。ここにいるのは何ですか？猫。猫ですか？ここに隠れてるのは何ですか？ミカ。え？ミカ。これは何ですか？カラス。何？カラス。ケロちゃん、ちょっと来てちょうだい。私のケロちゃん。そう、今日ね、字の勉強大変だね。文字書ける？うん。書けないの？へへ。美男子？うん。誰が？うん、僕？うん。どうして座り方使うの、あなたは。最初はダメでしょ、美男子なんて。バカだな。どこの先生が教えてるんだ、美男子さんなんて。ダメだよ。分かったか？うん。もっと悪いこと教えてるか？うん。バカって言っちゃダメだもん。あ、バカなんてね、そんな悪い言葉じゃない。バカって言っちゃダメ。もっと悪い言葉教えてほしい？うん。ねえ。そうすると自分がバカだよ。そんなの全然悪いこと。僕はバカ。ちょっと言ってみてごらん。バーカーって言ってみてごらん。バーカー。全然気にならないんで。だって僕バカだもん。はい、じゃあ今度美男子って言ってみな。美男子。あー言ってない。じゃあ男前って言ってみな。男前。あー言ってない言ってない言ってない。あんた男前？美男子？いやー別品？違う。じゃあお前なんだ？はい、あ、あんた帰るか。帰るか、よし。ちょっと、うん、勉強する？うん。勉強するか？うん。じゃあ鉛筆出してくれる？鉛筆がないよ。そっか。鉛筆ない人はね、あと先生に書いてください。持ってない。え？持ってる。あった。雲で鉛筆持ってる。そう、持ってない。鉛筆持ってきてない。ない人は貸してもらって。あこさん出してもらって。ない。今日のちょっと難しいよ。ずっとお絵描きしてるけど。お家があるんだ。ない。ある。書いてくださいね。
ひろきさん、これ欲しい？ちょっと持ってけ。いらない。あ、そう。林先生が赤ちゃん。あ、僕使ってるよ、これ。夜寝られない時に、ね、これ使うとね、よく寝れる。これちょっと難しいから見てね。説明するよ。これね、コーヒーね、こっちとこっち同じものあるんだけどね、よく見ないといけないの、これね。こうしてね、いいか、見ててよ、見ててよ、こうしてこれこうつなぐでしょ。で、今度はこの線こっち来てるから、これこうつなぐでしょ。で、今度横の線引くと三角ができました。で、ここに一本線があるから、こうして線引くと同じになったね。で、ここに四角があるから四角を描くでしょ。そして横にもう一本あって、縦に一本あって、これは難しいね。今度こっち来て、今度はこっちへこう来てね、これができなくなるとね、養子園から妖怪が行くんだよな。